1週間の成績は2勝4敗です。以上プレイバックタイガースでした。うん、まあ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 かな。とりあえず青柳くんも戻ってきましたしね。ですね。よかったですね。よかったわ、ほんまに。で考えてくださいよ。青柳くんも一回ファン持ってたでしょ。はい。で、藤波くんも持ってたでしょ。はい。で、岩佐田くん持ってたでしょ。はい。ローテーション3枚。そうなんですよ。いて、この位置だから。はい。うん。当然、まあ、首位で折り返し、交流戦に途中にしたかったけども、よくよく考えたら先週、去年とか、一昨年あたりって、2勝4敗やったら、まあまあ、バズバズじゃないみたいな、進行してたこと考えれば、よく頑張ってんのかな。まあ、この中で小野くん使ってみたりね。はい。いろんなことができてますから。はい。若手が経験、昨日も言うたんですけどね。はい、若手が経験できてるし、その中で貯金8。最高ですね。ね。ね。はい。最高ですわ。余裕がないっていう感じで、余裕があった上で貯金もあるという状況なので。そうなんですよ。必ず今使ってる若い選手っていうのは、秋口あたりに、それなりの形にはなってくれそうな。はい。雰囲気あるよね。はい。うん。また中谷選手のね、一時昨日言ったんですけど、中谷選手が第6号ホームランでね、もう中谷選手がホームランを打ってダイヤモンド一周してる時の顔を見たらもうこっちも笑けてきますね、あれ。もうね、一塁ベース回るところから、もう嬉しさがこう、我慢できないのか。まあまあまあ、多分もう、抑えられないんでしょうね、彼は。はい。もう本当こう、可愛いなっていう。いや、だけどあれうまく打ちましたよ。はいはい。変化球一瞬溜まってから振り抜けましたんで、普通にまっすぐばっかりのタイミングで打ってると、多分ファウルになる。はい。ところうまく我慢して打ってたし、ただ、あれ結構変化球、来るよね。中谷君変化球うまいのに。うん。うん。データいってないんでしょうかね。それとも投げさしてるんですかね、中谷選手が変化球を。だけど真ん中から外目にボールになる変化球投げれば、まあ気持ちよく振るのは振る。はい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 。だけど浮いたボールは強いんだよね。うん、そうですね。うん。いや、でも気持ちええわ。糸井6号、福留6号、中谷6号。みんな6号。みんな6号。最高やね。ねえ。もう新聞見ても笑いが止まらんわ、ほんまに。なかなかホームランも出てるしね、阪神。そうなんですよね。あとはもうピッチャーが帰ってきたら万全というところですか。それとやはり得点力の部分で言うとね、はい、やっぱり点がもう少し取れればっていう、点が取れないと厳しくなるわね。そうですね。3点4点ぐらいのゲームをすると、はい、今のタイガースは結構、後ろもいいから、そうですね。余裕があるんだけど、点取れず、ランナーは出すんだけど取れない、1本出ないっていう状況が、タイガースの場合はホームランドカーンで点取るチームじゃないので、はいはいはい、線で取っていくタイプだから、はいはい、ああいうところで1本ヒットが出るとだいぶまた変わってくるとは思うんでね。うん、まあまあ、全然ダメだという感じではないと思います。はい。はい、ということでですね、ここで先週の1週間のタイガースのゲームの中でですね、私が注目した1球ワンプレーをピックアップいたしましょう。ということで、見逃し、先週すごい綺麗に言えたのに、ね、見逃しません、仮面目線やっちまいましたね。仮面目線を意識したがゆえの見逃しませんが言えなかった。後でな、初球が冒頭失投でしたね。今のはやっちまいました。ということで、はい、今週取り上げるのは土曜日甲子園でのベイスターズ戦の3回裏のこの場面でございます。0対0です。3回の裏阪神の攻撃、ワンアウトランナー一塁二塁。3試合続けて1番に入った糸井に、この序盤3回の裏チャンスで回ってまいりました。2ボールナッシングです。第3球をクラインが投げました。打った、打ち上げた、高ーかかった、ライトボール方向のフライ、ライト下がる、ライト下がる、風はライト方向、入ったー、ホームラン。一塁ベースを回って右拳を握りしめた糸井、打網復活をまさに印象づける第6号先制スリーランホームラン。勝負強い糸井が甲子園帰ってきました。今ホームイン、一振りで3点を先制、タイガー3対0とリードしました。はい、というこのシーンですけどね、まあ、分かりやすいかと思います。はい、先週も多分そういう話をさせていただいたのかなっていう気がしますね。はい、交流戦に入る前に、うん、糸井選手の状態がという話をしてなかったかな、ここでしてたのか、違うとこでしたのかな、覚えてないんだけど。まあまあ、だから糸井選手が、もともとパリーグの選手、ファイターズ、バファローズと戦ってきて、パワープレー、十分対応できる選手。はい。で、状態が上がってなかったというところで、まあ、選手はしっかりそこそこの形になってきたかな。で、こう、
彼自身のモヤモヤもスカッとこう抜けた一本かなと思いまして、うん、私はこれをちょっと取り上げてみたんですが、はい、いかがでしょうか。私も先週1週間の収穫はその糸井選手が戻ってきたっていうことだと思いましたね、うんうん、はい、そのホームラン打った前の日にタイムリーもう久々に打ちましたよね、はい、であの試合の前に糸井選手の関係者が、はい、アルプススタンドで糸井選手のバットを乾燥させてたんですよ、日に当てて。でそれでタイムリーが出たんですよね。で次の日もその関係者の方が、その日は打撃ゲージの後ろにバットを並べて干してたんですよ。じゃあ糸井選手がその関係者の方に験担ぎしてこいって言って、また同じところに干してくれって言って、その関係者の方がまたアルプスにその前の人同じところにバットを並べて乾燥させてたんですよ。結構その糸井さんも験担ぎとかされるタイプなんだなと思ったんですけど、まあ、それもあってね、それぐらい結構追い込まれてたかもしれないね。そうなんですよ、さらっとこなしてるように見えるけど、それでホームランも生まれましたし、なんか点差大逆転した時もなんかベンチになんか金色のなんか置いたんですね、置物を。なんかそれをなんか動物の置物みたいな、象か、象、金色の象か、はいはい、なんかそれをなんかスーッとさすってたんで逆転するように。金の象やからいいけど、金の延べ棒とか言ったらやらしいよねそれちょっとやらしいですけどね、金の延べ棒。結構そういうの気にしはる人なんでしょうね、ですね、ただまあまあ250通りもしたのかな、はい、達成しましたね。そういう一つなんかこう、区切りの数字を超えると、気も楽になるって言いますから、はいはい、我々も当然届くところまで何も言ってないけど、やっぱりそういうとこ超えると一つホッとできると思うしね。打順はやっぱり一番がいいですか？いや、今はだから一番だと制約がないところで好きに打たせてあげたいという気持ちで多分一番に回したんだと思うんですけど、いや、行ってどうだろうな、クリーンアップが軽くなるかなと思ったけど、意外に高山くんしっくりするんだよね。あ、3番高山選手ですか、はい、悪くないです。はい、はい、はい、はい。3番にいても。うん、流れはだからいいから、あん結構これをこのまま継続していく感じですかね。ちょっとそれとももうスパッとまた糸井選手3番に、こういう初戦番みたいな。どうでしょうね、こればっかりは何とも言えないけど、一つの考え方としてね、はい、チャンスを作ってクリーンアップで返すっていうのがまあ野球の本来の形だけども、はい、いいバッターが一番打席が回る一番に持ってくるっていうのが一つの考え方、まあ、そうそうですね、はいはい、だから今パリーグだと楽天さんかな、はい、ペゲロか、はい、2番、2番、2番っていう感じもあるから、はい、全然ありっちゃありだね、1、2番に持ってくるっていうの。モギペゲーロ、はい、いいですね。モギペゲーロ怖いな。まあ来週以降の話になるからまだいいけどね、はい、一番最後ですからね、タイガース。そうそうそう、あそこと戦う時にはそれなりの打線にまた戻ってくれると助かるなと。でもまあパリーグ出身のね、糸井選手は明日から交流戦ということで、1番そのままでも面白いかもわからないですよね、うん、確かにそのまま行った方がいいかもしれないね、うんうんうん、あとまあ昨日のゲームでしたっけ、はい、接触したのが、あ、そうです、大和選手と、はい、ちょっと腹しましたけど、血が、ね、出てましたから、ちょっとあの多分サングラスの角かなんかが当たったのかな、当たってね、はい、うん、ただあれ難しいっちゃ難しいのよね、何やってんねんと思うけど、まずフライの間に入ってくるボールに対しては声の連携しましょうと。はい、はい、はい。だから声は出すけど、糸井選手も大和選手も決して守備の下手な選手じゃないから、はい。声出すんだけど、まあ、当然、大観衆じゃ聞こえない。うん。で、その次、ジェスチャー。うん。で、指示をするんだけど、はい。大和選手は当然ギリギリで、糸井選手を見る余裕もない中で球を打ってるよね。はい。で、糸井選手も結構ギリギリな感じだから、近くに来ないと大和選手は見えない。はい。ってことで、お互いジェスチャーも見えない。はい。っていうところで言うと、日々の連携なんですよね。だから、大和選手がセカンドで、立場的に、うん。糸井選手がライトでとかっていうんだったら、多分、接触しないと。はいはいはい。そうですね。今年から糸井選手がセンターとか、はい、うん。大和選手がショート行ったりとかっていうところで言うと、似たようなポジションでもね、距離感って微妙に感覚が変わってくるので、うん。だから今後はそういう連携もしっかりしておかないと、落としたのは仕方ないと思うね。うん。怪我すると怖いね。いや、確かに。セカンドの選手が逆にそのどっち取るみたいな大きな声で言うてあげるみたいなのもあるんですか？言うけど多分聞こえない。ああ、それもほんまに聞こえないですか。ああ。だ、糸井選手もちょっと躊躇したと思う。大和選手が来てるからね。はい。うん、だから完全に聞こえてないので。はい。だけどボールは要するにお見合いして落とすのが一番ダメだと言われてるから。ってことはもうとりあえず当たっても落とすんだから。
強いて言うなら大和選手当たっても落としちゃダメだよなんだけど、うん、結構重戦車みたいだからね伊藤選手ね、まあ、ドーンと当たるわ落とすわでしたからね、うん、負けがね、まあ、しましたけど、うん、大事に至らなくてよかったですね。とりあえずね、これ以上怪我をしないようにということかな。はい。選手山田くんの中では何かありますか？僕の中ではやっぱりあのトラコで、うん、ありましたよね。土日がトラコで、うんうん、で、しかもそのトラコさんがあのアルプススタンドにいっぱいいてる中の、糸井選手のあの放物線、うん。で、その後にヒーローになった糸井選手と福留選手が、トラコのね、代表者とこう、ハイタッチしながら履けていくんですけど、はい、思いっきり糸井選手ニヤニヤしてます。ええやんか。いや、よかった、いや、よかったんですよ。ここは。いや、だからトラコの前で、あの、放物線を投げたホームランを打って、うんうん、トラコとハイタッチする最高の土曜日でございました。なるほどね。よかったです。まあ、トラコでもしっかりとこなせたかな。とりあえずはね。昨日勝ってほしかったですけどね。まあまあまあ。小野投手がね。ちょっと、うん、ただまあ、まっすぐはいいし、うん、課題も見えてるから、はい、うん、使えるってことに対して評価していきましょうか、ね。もう一回ありますかね。もう一回言ってもいいと思うよね。ありそうですけどね、うんうんうん、はい。頑張ってもらいましょう。まあ、とにかく、明日から交流戦ということで、タイガースも頑張っていただきたいと思います。はい。